ラファエット級原子力潜水艦は、アメリカ海軍の弾道ミサイル原子力潜水艦、e ン・アレン級の発展型で9隻が建造された。ジョージ・ワシントン級、e ン・アレン級、ジェームズ・マディソン級、ベンジャミン・フランクリン級とともに、本級は、自由のための41隻41砲フリーダムと、呼ばれた。最終艦のダニエル・ウェブスターを除く8隻は、 ポラリス A-2 潜水艦発射弾道ミサイルを装備して建造され、改装によりポラリス A-3 を装備した。ダニエル・ウェブスターは当初からポラリス A-3 を装備していた。1970年代半ば、本級は全艦がポセイドン C3 を搭載するためアップグレードされた。本級のミサイル発射艦は、ジョージ・ワシントン級 E3 アレン級よりも、 わずかに大きく、ポセイドンはこれを利用するように設計された。ジェームズ・マディソン級とベンジャミン・フランクリン級とは異なり、本級はトライデント C-4 への改装は行われなかった。本級にはミサイル発射時にトリウムをより効果的に管理するための安定化システムが装備されていた。これにより、ミサイルの発射間隔が4分、発から1分、発に短縮された。 本級のセンダーはセールに装備されているが、最終艦のダニエル・ウェブスターは、試験的に選手に設けたミニセールにセンダーを装備しており、特徴的な外見からオールド・ファニー・フィンズと呼ばれていた。ポーポイズの影響を低減するための試みであったが、ミニセールは流体力学的効率を低下させ、艦の全体的な速度低下を招いた。 1970年代のカバーオーバーホールでミニセールは撤去され、センダは標準的な配置に改装された。寒冷の増加、オハイオ級の収益、ソビエト連邦の崩壊による戦略パトロールの重要度の低下、第二次戦略兵器制限交渉条約による制約などの理由により、本級は1986年から1992年にかけて退役した。 ほとんどの艦は原子力艦再利用プログラムにより解体されたが、ダニエル・ウェブスターはサウスカロライナ州のチャールストン海軍交渉でサムレー・バーンと共に原子力発電訓練ユニットとして経流され、訓練艦として使用された。ありがとうございます。